天気予報です。こちらは今朝の新潟県南魚沼市の様子です。今日も日本海側を中心に雪や雨が続きます。積雪がさらに増えますので注意してください。今日これからの予報です。九州や太平洋側は晴れるところが多いでしょう。ただ山沿いでは雪の降るところがありそうです。北陸と北日本の日本海側は断続的に雪や雨となるでしょう。週間予報です。明日になると日本海側の雪は弱まりますが、木曜日以降再び強まるでしょう。太平洋側はこの先も晴れそうです。天気予報でした。